問3の、東広島の発展に対する構想についてです。少子高齢化対策にしてもですね、人口減少問題にしても、まずはですね、住みたい、住んでみたい町に、ここ東広島で命をつないでいきたいというような町にしないと解決しないのではないかと思っております。ですね、医療の充実や企業の誘致、インフラの整備、子育て対策などいろいろあるとは思いますけれども、まずはできることからですね、考えてみました。私普段自転車に乗るものですから、道路の左側にですね、自転車レーンを作っていただけたらとは思っているんですが、まずはですね、青い線を切っていただきたいと思います。これはですね、今広島県が主に取り組んでおられますけれども、瀬戸内サイクリングロードということで、4つ今ありまして、合計259キロ余りにですね、道の左側に青い線が引いてあります。実際走ってみますとですね、これが快適でですね、普段ですね、道幅が広くなったわけではないんですけれども、車に乗っている方からは迷惑だなという感じで見られておりまして、私は車乗るもんですから分からないこともないんですけれども、青ですね、すいません、ブルーのラインが引いてあると、かなり気をつけていただくこともできますので、今あるのがですね、海岸線と島の周りだけなので、ここ大自然のこの山の部分にもですね、青いラインを引いてもらえるようにできないかなと思っております。それともう一つですね、あるのがですね、お酒の街なのでですけれども、飲酒運転をなくしてほしいと思います。これもですね、自転車で走っていると思うんですが、山間部の道の脇にですね、よくビールの空き缶がですねあります。多分落ちてる、捨てられているのだと思います。ですね、飲酒運転はですね、飲酒してから車に乗ることだと私今まで思ってたんですけれども、飲酒しながら車に乗るということもあるのかなとびっくりしました。さすが酒の街だと思います。なんて言ってるわけではないんですけれども、加害者にもですね、被害者にもならないうちに飲酒運転をなくしていただきたいと思います。そんなところからですね、始めてみたいと思います。最後にですね、思うのは小学校のですね、統合配合をですね、やめてほしいと思います。義務教育ですし、地域の中心ですし、皆さんが集まれる場所ですので、特にですね、私住んでるところもそうなんですけれども、過疎の方になりますと小学校なくなってしまうとですね、もう何もなくなってしまいます。そういうところをですね、よろしくお願いいたしたいと思います。もっとですね、すぐできそうなことがたくさんあると思いますので、ぜひまたご意見をお聞かせください。みんなで東広島をですね、住みたい街にしていきましょう。ありがとうございました。